こんにちは、ゆきえです。今日は、日本の歌手の歌、歌詞を読みましょう。それでは始めます。みなさんは、キンキキッズ。 という歌手を知っていますかこれは日本のアイドルです。キンキキッズという歌手はアイドルです。この人たちが歌っているフラワーという曲はとてもいい曲です。フラワーは英語のです。 花という意味ですね。英語のフラワーを日本人が読めるようにカタカナになっていますそれでは歌詞を一緒に見ていきましょう歌詞の解説もしますフラワー僕らは愛の花咲かそうよ 「うしいことばっかりじゃないからこんなにがんばってるきみがいるかなわないゆめはないんだ」「あいをはなにたとえています」「ぼくらはあいのはなさかそうよ」 このいを花に例えています。で、苦しいことばっかり。ばっかりはばかりという文法で、だけたくさんあるというものです。苦しいことだけがたくさんあるという意味ですね。 でも、じゃないからとついていますから、苦しいことだけがたくさんあるのではないということです。そして、ここ、夢。皆さんの夢は何ですか夢は、未来に自分がやりたいこととか、自分がなりたいことですね。ドリームです。 ね、この夢夢がそうなることを夢が叶うと言います未来に自分がやりたいことなりたいこと、ね、たくさんありますよね私はお金持ちになりたいです大きい家を建てたいです、ね、と思っていましたそしたら お金持ちになりました。大きい家を建てることができました。これは夢が叶うということです、はい。この文章の意味は、一緒に愛と言う花を咲かせよう。苦しいことだけじゃないから大丈夫。こんなに頑張っている人は、 夢を叶えることができる。という意味になります。では、次の歌詞です。辛いばっかりで、明日が見えないと嘆く。背中に若いくせにさ哀愁たっぷりでやるせないよね。大人になるだけ忘れてゆくけど。 太陽はいつでも微笑み返してくれるさあ、これの意味です。明日が見えない。明日が見えないは明日に期待できないという意味ですそして。明日というのは未来のことを意味しています。嘆く 悲しいとと思って言言葉ででうことです嘆くというのは悲しいと思ってその気持ちを言葉で言うこと。でもこの場合は背中ですね。嘆く背中なので、はい、こういう感じです。悲しいと 思っていることを背中を見たらそう見えるという意味です。そして、若いくせにさのくせに。これはそういう立場なのにという意味ですね。まあ、若いのにという意味です。さ、これは言葉を区切る時によく使う言葉です。 何々なのにさ」とか言葉を一度区切るときに使う言葉で会話のときだけ使う言葉です哀愁というのは悲しい感じという意味です悲しい感じがするということですたっぷりはたくさん 悲しいという漢字がもうたくさんですよ。悲しい漢字をたくさん感じますということです。やるせない。これはどうすることもできない。つらいという意味です。若いという立場なのに悲しい漢字がたくさんあって、つらいということです。 大人になるだけ。この「だけ」というのはほど、程度を表す言葉です。大人になればなるほど。ね、大人になっていくとってことですね。忘れてゆく。これは「行く」という意味です。いくという 言葉を行くとということもありますで大人になればなるほど忘れていくけど行くっていうのは、まあ、その方向に進んでいきますという意味ですね。だからどんどん大人になります。で私たちは今より明日、明日より明後日こ今年より来年、来年より10年後。 大人になっていきますね。そうするとどんどん忘れます。忘れるけど太陽はいつでも微笑み返してくれる。いつでもエンタイムですね。微笑み返してくれる。微笑むというのは静かに笑うという表情を表しています。 私たちは大人になればなるほど忘れるんだけど太陽はいつでも私たちに微笑み返してくれます。微笑んでくれますよという意味です。微笑むというのは温かさをくれるという意味ですね。太陽が微笑む。本当に太陽は微笑まないですよね。 この表現は太陽は暖かいものです。だから太陽が微笑むというのは暖かさをくれるということになります。辛いことしかななくて、未来にできつらい,いことしかなくて未来に期待できないと。 悲しい感じになっていてつらい大人になればなるほど忘れていくけど太陽は自分たちがどんな状況でも太陽は私たちに温かさをくれるという意味ですはいその次は一番最初と同じです僕らは愛の花咲かそうよ 苦しいことばっかりじゃないからこんなにがんばってるきみがいるかなわないゆめはないんだはいそのつぎのかしをみましょううまくいかないやるきもおきないそんなまいにちへこむときでもあさはやってくるぼくをまっている 眠い目をこすり光を浴びたら太陽がまぶしいもうすぐ夏がやってくるうまくいかない思うようにできない、ね、こういうこと皆さんもありますよねうまくいかないは思うようにできないでそんな毎日 の「そんなは」はうまくいかない、やる気も起きないということを指していますから「うまくいかないしやる気も起きない毎日」という意味になります。へこむこれは気持ちが良くなくて元気が出ないという様子ですで。何か嫌なことがありました。 その時は気持ちが良くなくて元気が出ません、はい。こういう時はへこむと言います。朝はやってくるで。やってくるは向こうから自分の方に来るという意味ですから、朝がむ朝の方から自分の方に、私たちの方に来るということです。で僕を待っている。朝はやっても来るし。 僕を待ってもくれているということですね。眠い目をこすりはこういう状態です。眠いとき目が開きません。ね、そういうとき目をこすります。この状態です。で、眠い目をこすりながら光を浴びる。光を浴びるは太陽のこの光を 体全部で受ける。これを光を浴びると言います。で太陽が眩しい。眩しいはこういう状況ですね。あすごく明るいものを見ると眩しいと思います。眩しいと言うと悪い表現ではありません。とてもいい表現です。明るい という意味ですからもうすぐは今より少し後という意味ですね。今より少し後に夏が来ますよということです。ちょうど日本では今の時期ですね。うん。今一応春なので <laughs>、はい。毎日がうまくいかないし、やる気も起きない。 気持ちが良くないときでも朝は来るし私たちを待ってくれている朝起きて太陽の光に当たったら太陽のまぶしさを感じて気持ちが良くなったというような意味ですね。 眠い目をこすりというのは、まあ、朝起きたという状態を表しています。で太陽がまぶしいもうすぐ夏がやってくる。新しい季節が来るというのはポジティブな意味です。プラスの意味ですからあ気持ちが良いという意味にも捉えることができます。 僕らは愛の花咲かそうよ。青空、ひまわりのように強く。小さなことでくよくよしてた。昨日の僕にさよなら。青空というのは青い空ですね。ひまわりは花の名前です。このような状態です。 青空は青い空。この青い空が見えている状態。ひまわりはこれです。夏。暑い時に咲く花ですね。青空で咲いているひまわりのように強くなろうということです。くよくよというのはオノマトペです。 悩んでも意味がないことをずっと悩んで心配することをくよくよと言います。小さなことで、まあ、悩んでも意味がないような小さなことでずっと悩んで心配していた昨日の僕には、まあ、さようならと言うよという意味です。 この場合の「昨日」というのは過去のことです。愛の花を咲かせて青空の下で咲いているひまわりのように強くなろう。小さなことで悩んでいた過去の自分にさようならをするという意味です。 心の真ん中に空いてる穴でも直せないものなどないと信じることさ僕らは愛の花咲かそうよ苦しいことばっかりじゃないからこんなに頑張ってる君がいるかなわない夢はないんだ心の真ん中に空いてる穴でも 心に空いてる穴これは気持ちの中に足りないものがあるという意味です大好きな人に振られました飼っている犬が死んでしまいました心の中に足りないものができてしまいました心に穴が開きます と言います気持ちの中に何か足りないものがあってもすべて直すことができると信じることが大切だという意味ですね。このないと信じることさこの中にはそれを信じることが大切だという意味が入っていす。 ています。何何することさって言うと、まあ、それが大切だよという意味になることが多いです。こちらは一番最初と同じですね。僕らの愛の花咲いたとき、みんなで喜びを分かち合おう。 こんなに頑張ってる僕もいる。一緒に夢をかなえよう。僕らの愛の花咲いたとき、もうこれ咲きましたね。はい、咲きました。よかった。咲いたんです。みんなで喜びを分かち合おう。これは分けるという意味です。分かち合うは分ける。 だから、みんなで喜びを分けましょう、まあ。みんなで一緒に喜びましょう。ということです。愛の花が咲いたときに、みんなで喜ぼう、ねで。僕も頑張っているから。一緒に頑張って夢をかなえよう。 前はがこんなに頑張っている君がいるでした、ね。君も頑張っている。でも僕も頑張っています。だから一緒に夢を叶えよう。はい、ということですね。はい、これは、ま、応援、人のことを応援する歌です。つ、ね、らいこと、悲しいこと、いろいろあります。 でも明るい未来はしっかり来るからだから一人じゃなくてみんなで頑張りましょうという意味ですはいここまで聞いてくれてありがとうございましたぜひ、キンキキッズのフラワー聞いてみてくださいパトレオンというものを始めました サポートをしてくれたら嬉しいです。URL は説明のところに載せておきます。